さあ、というわけで今回の動画なんですけど、以前僕ドッカンディガーの無限回収企画したと思うんですが、その時にね、視聴者さんからおりぱいいっぱいもらいまして、今こんな感じになってます。もうドッカンディガーと一緒くたになってて何が何だか分かりません。というわけで今から早速ね、順番見ていきましょう。順番に見ていきたいと思います。いこう。ちょ、ごめん、本当にあの誰から届いたか正直一切分かんないので、これは俺のだと思ったら、あのコメントで宣言、あの使用していただければと思います。はい、というわけでどっかイオンとかに売ってそうな100円オリパのクオリティですね、これは。こういうこと言うと炎上するのかな、わかんない。いや、でもあっち、いや、でも、その、俺がそういう人間だって知って送ってくれてるから、まあ、許してくれるでしょう。あのさ、廃品回収をうちに投げるな。廃品回収を俺の家に投げないでくれ。よし。はい、というわけで、次行きます。強しって書いてある。強しって書いてある。オリパに強しって書いてある。強えし。強いんかい。強しって書いてあって弱いオチだと思ってたら強かったわ。これ、俺、切って入っとるやつやんけ。これ、この紙、切って入っとるやつや、これ。で、オリッパーということで。で、これ、読み字だろ。いや、違う、読み字なわけなかったわ。おー、強いやん。強いんかい。これ、豆知識なんですけど、デッドゾーン今、実はちょっと高い。あ、なんかね、特にプロモね、通常じゃなくて、プロモがちょっと上がってる。これはね、どうなんだろう。なんか、バブル的な、感じがしますね。バブル的な感じがする。ちょっとドッカンディガーとそれ以外で分けるか。はい、次行きましょう。ちょっと、やつは無視させていただきます。おっと、ドラゴンストライク、ミラクルンバ、これマジ懐かしいよな。俺、ミラクルンバ昔当たってさ、めっちゃ大切にしてたら、近所のショップに100円で売ってたわ。はい、次行きます。スパイラルハリケーンと、このボロさを何か当てるゲームする。スパイラルゲートだな。はい。おっボロマネスクだ、ボロマネスク。ボロマネスク、でもこれ結構普通に貴重だな。はい、次行きます。でん、ダッシュスケート、ガルザーク、すげえボロいけどすげえ貴重だよこれ。このプロモって映画のプロモかな、なんかあったんですよね、昔そういう映画が。バイスホールが4枚とオイスですね。おい、お前俺にバイスホール食ったやつ覚えとけよ、絶対こいつプレゼン解除させてやっから。はーい、ミラクルとミステリーの扉。あ、ちなみに今の言葉に深い意味はないので、別に俺が公式に出るとかそういう深い意味はありません。呼んでくれたら行きますけど。はい、次行きまーす。お前やたらマリゴルドと読みしててくるやん。せっかくシカトショッタに多いな。ドッカンデイヤーよりオリパの方が多いわ。おお、すげえ。フェアリーシャワーのプロモいいんすか。やったね。家にあった余り物で作った、梱包材兼オリパ。なるほど。ってことは、はっ、びっくりした。お前やったな、マジでさ。え、どうなってんのこれ。うわ、こいつシールで貼りやがった。なんかおかしいなと思った。おい、こいつシール、ペリ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 バーンっつってな。あ、お前マジこっちは強えんだよな。モアイランド普通にやべえけどな。モアイランドやべえだろ。ポミリンめっちゃあります。何これ。はい、でん、コードヘブンとコードヘブンでしたね。はい、とって言ったね。俺の気持ちにもなってほしい。ニュートロン、これ絶対誤信だろ。ででででで、ん、四神かい。ちょ、カードはやっぱ丁寧に扱わないと。ちょ、やっぱ投げちゃいけない、投げちゃいけない。ちょっと一回ここ整理しますね。でん。一緒くれやん。はい、次いきます。なんかちょっと熱い雰囲気があるよ。熱い雰囲気があるから、ちょっとこっちからいきますね。シャッフとシャッフだろ。よし、当たった。なんだろうな、シャッフ。まだシャッフだろ。はっ、ええ、やばっ。え、いいんすか。え、パラノーマルっすか。え、いいのマジで。あざっす。いいんすか。おや、ここか。ここでラッキーナンバーか。衝撃のあまり予想忘れてたわ。精錬コンチェルト、カリアドね。あ、オッケーオッケーオッケー。ああ、なるほどね。2枚重ね的なパターンね。ミラクルスター、ミラクルスターね。おほー。ミラクルスター普通に使えるけどな。ロージアくれる。やばやばい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 。これはやばいだろ。いいのロージア。マジっすか。あざっす。マリーゴールド。はいはい。よいしょ。はい、次いきます。マリーゴールドの下にヨミジがいる。はい、マリーゴールドの下に、下に、こっち当てます。ヨミジ。はい、正解。ヨミジ、ヨミジと。さ、いらんくなったカードのゴミ回収場じゃないんですけど、うち。さ、使えなくなったカードうちに送ってくるの、どうなんですかね。てか、これまだあるやんけ。お前、どんだけあるんよ。なんでこれ、このバルバルの送ってくる。別に6進、6進組ってこと？マジ？はい、次いきます。やったな。やったな、お前。あこれもしかして40枚ある。ちょ、数えますね。36。はい、ぴったりでーす。これ欲しい人おるん。俺はいらんぞ。
ありがとうございます。シャフト見た、この綺麗さ。ダンキーマークナム、俺がある。これラフルルだろ。違うんかい。それラフルルであれよ。これ今度使おうかな。これミミミの誕生日プレゼントにあげるか。あふれんばかりの緊急プレミアム電動。なんだろう、なんか出るんかな。これ電動してほしいってことでしょ。知ってた。ドッカンレイヤーですね。読み字多すぎだろ。同じ思考の人間があまりにも多いな。これオリパップじゃね。バイカー、フレアフレア。はい。おお、デジルムカで普通にいいカード。お前ら読み字送りすぎだろマジで。もうさ、本当に廃品回収じゃねえんだぞ。はい。でん、メカドクター呪い。逆にね、逆に読み字以外で攻めてくるパターンもある。でんでん、アストラゼーレ、ザハイロ。え、ザハイロは強いよ。え、やば。ギャザールってまだあれな、あれあんのかな、そのマニー的な部分ではどうなんですかね。ちょっと待って、あ、お金って言うとなんか悪いなと思ったけど、ちょっとごめん、もっと悪い方向に行ったわ。ごめんなさいね、ボキャ品で。あ、ちょっとね、ボキャブラリー俺は元々あったのよ。元々あって、あ、やっぱフューチャーフラッシュ、マジっすか。これプロモじゃない。ヘルスラッシュ、ガルザーク、金、え、シク、マジ、やっば、貴重だけど、クソボロいけど貴重。今クソボロいと貴重がね、俺の頭の中でね、こうね、揺れたね。貴重が上でしたね。金アルカディアス熱いな。ガチャマリンチャージャー、1号地、ガチャマリンチャージャーね。ダダダチッコダッチ、9号。で、ベラと、シナイガシナイガですね。スタンメーカーネンが、1、2、3、4、と DL、ん？ん？これ俺のですね。私物です、今の。はい、すいません。これも私物です。私物です、これ。なんか、触ったことある分厚さだなと思ったら私物でした。そう！これ！花屋って書いてあるんですけどね。これ Twitter で知ってる人は知ってると思うんですけど、花屋さんのサインですね。別のプレイヤーのサインをさ、こういうとこのオリパに送ってくるやつの心境ってどんな気持ちなんやろな。あと、花屋さんがどういう気持ちなのかね。ちなみに花屋さん今、カーナベルで働いてますよ。そう。花屋さんがさ、要はカーナベルに新しく就職したってことで、カーナベルの中で新年会があったんですよ。で、僕はそのカーナベルの中の社員の一人の佐々木さんっていう人に、佐々木さんと遊ぶ約束をしててですね、その新年会があるから行けなくなったと。で、代わりにうちの新年会に、はぁ、やば、あ、これやばいぞ。そう、うちの新年会に来るみたいなこと言ってきて、意味わかんなくないですか。人の新年会になんで行くやつがいるんだよって話じゃん。まあ行ったんだけど。行ったんだけどね。新年会でね、俺と佐々木さんで、ね、飲んでる時に花屋さんが来たから、うっすっつって、あの人なんか棒立ちしてた。はい、というわけで次行きましょう。前、もういいよ。もういいよ。何これ、ちょっと待って。いらないよ、何これ。もうお花畑。はい、次行きましょう。やばすぎだろ。やば、これ結構貴重っすよ。松崎しげる、おっしゃ、危ねえ危ねえ。パンピーの象徴、松崎しげるですね。ヤスカクソピギンだこれ、マジそうでもなかったわ。はい、じゃあ次行きましょう。でもこれ結構、はい、しげるクロック結構貴重なんですよ。ワールドホビーフェアの限定プロモなんで、なかなか貴重度高いっすよ。僕も行きましたけどね、ワールドホビーフェア。もうさ、すごかったのよワールホビー。俺さ、前の重火器、頭燃やされたやつのニュースあったじゃん、ワールドホビーフェアで。あれの影響でさ、その全員荷物チェックだったのよ。だからクッソ並んだね。クッソ並ばされました。おうおうおお、クロックジウォッチですね。このユウコウさんっていうのは、以前フラット工房の工房祭にね、ゲストでお呼びした方なんですけど、第2回工房祭やった時も、誰かしらイラストレーターを呼ばせていただこうかなと思ってたんですけど、ウォズレックはやばくないですか。これはやばいぞ。ウォズレックやべえな。ちょっと待って、普通にやばくね、このカード。マジで？え、やったー、めっちゃ欲しい。やったー、ベアガシラちょうど欲しかったわ。ちょ、マジ、メルカリ、俺メルカリで買った、やったな。おい、やっ、ちょっと待って、このローダー開けるん怖いわ。ちょっと待って、強すぎるだろお前。うーわ、怖このローダー。いや、逆にしょうもない読みと見た。シャッフルで行こう。